どうも、ひろはすです。今回のテーマはこちら。Unity Asset Store ゲーム別おすすめテンプレート。ということで、過去にジャンル別のおすすめテンプレートなら紹介してるんですけど、今回は〇〇みたいなゲーム作るなら、どのテンプレートがいいか、ゲーム別のテンプレートを紹介したいと思います。今回紹介するのは、アンダーテール、スターデューバレー、メタルスラック、ファイナルファイト、ドドンパチ、3D マリオの6種ですね。それぞれこれ買えば同じジャンルのゲームすぐ作れるよっていうアセットを紹介していきたいと思います。まあ、そのままだと、ただのパクリになっちゃうので、何かオリジナルの要素を考えて、アセット利用しつつもなるべく個性的なゲームを作っていただければなと思います。それでは本日もよろしくお願いします。まず一つ目はみんな大好きアンダーテールですね。アセットはこちら 2D RPG キット。 2D の RPG を作る機能が一通り揃ってると。移動できてマップも作れてイベントとか設定できて、まあ、ショップもあって戦闘とかもある。これさえあれば基本的な 2D の RPG は全部作れますよっていうアセットですね。こんだけ機能ありますよという感じなんですが、ただ 2D の RPG は RPG スクールの後継で RPG メーカーユナイトっていうユニティ上で動作する RPG スクールが今年出るんですね。なので、まあ、正直そっちを待った方がいいのかなとは思うんですけど、まあ、今すぐ作りたいという方はですね、この 2D RPG キットおすすめですね。次はスターデューバレーですね。アセットはこちら RPG ファーミングキット。もう画面見ていただくともうそのままなんですが、まあね、斧とかいろいろあって素材を回収したりとかね、まあダンジョンまで搭載してるんですけど、キャラクターのカスタマイズもできると。これほぼまんまなんで、そのまま使うと完全にスターデューバレーになっちゃうんですけど、まあ何かもう世界観をガラッと変えるとかね、 SF にするとか和風にするとか、あと何か一個ちょっとオリジナルの機能を追加するとかですかね。なんかゾンビから街を守るとか、まあ、何かすごい個性的な機能とか要素があれば、おまんまパクリやないかと突っ込まれることはなくなると思うんで。まあ、あとは UI とかですかね。ちょっと、これ、まあ、そのまんまなんで、UI だいぶ変えるとか、シンプルにもう機能を削っちゃうとかね。やっていかないと、ちょっとね、このままだともう出したらね、ユーザーレビューでもうパクリやないかってこう、すごい突っ込まれちゃうんで。まあ、何かこう、大胆な改造が必要かなとは思いますね。次はメタルスラック。アセットはこちら。スーパーコマンド。アセットなんですが、見た、これもまあほぼそのまま再現されてる感じですね。 2D アクションシューティングっていう感じなのかな。ジャンル的には古くはまあコントラとかね、いろいろあったんですが、同じようなジャンルって昔は結構あったんですけど、ね、まあ、今このジャンルの代表はメタルスラックなのかなと思うんですが、これ素晴らしいことにこうモバイル対応してるんで、 iPhone、Android でもすぐ出せちゃう。まあこの点はもうジャンル的には昔からあるジャンルで、メタルスラックが元祖ってわけでもないし、まあ、グラフィックとか世界観を完全にオリジナルにしてしまえばパクリだって言われることはないかなと思いますけどね。マップとかもついてるんですけど、これすごいモバイルゲームっぽい感じのマップなんですが、また成長システムとかガラッと変えてしまうとかね。メタルスラックだとその乗り物がいっぱい出てきて、それに乗れるっていうのが、まあ、ゲームの個性なのかなと思うんですけど、まあそういう感じでね、何か一機能自分のゲームにしかないオリジナルの要素をつけてあげれば、このジャンルならそんなすごいパクリだって言われることはないかなと思います。次はファイナルファイト。アセットはこちら。ビーテムアップゲームテンプレート。もう、これも見たまんま、見たまんまですね。かなり忠実に再現されている感じなんですが。これも、ベルトスクロールアクションっていう、まあ、ジャンル名もあるぐらい、いろんなメーカーから出てるジャンルなんですね。なので、これもなんか世界観とか、すごい個性出してあげれば、全然パクリ扱いされることもないかなと思うんですけど。まあ、よくできたアセットですね。このドット絵自体もすごいよくできてるんですけど。この世界観だとね、こう、スラム街でモヒカンの兄ちゃんが敵出てくるみたいな、この感じだともうこれいやファイナルファイトだろうってなっちゃうんですけど、まあなんかね SF にするなり和風にするなりいろいろ考えていただければ全然違うゲームになるのかなと思います。次はドドンパチ。アセットはこちら。シマップボス。ボスってついてるんですが、全部作れる感じなんですよね。しかもこう、縦スクロールだけじゃなくて、横スクロールとかも作れちゃうと。プログラムほぼなしで全部作れる感じですね。で、モバイルも対応してるので、まあ、iPhone、Android にも出せると。で、いろんな弾幕パターンもあって、ザコもボスもいくらでも出せると。まあ、シューティングゲームって結構ね、ゲーム開発初心者におすすめなんですね。システムがすごいシンプルなので、で初心者が作っても、それなりにね、面白いゲームが作れる。シューティング全然遊んだことないっていう人はねちょっと厳しいかもしれないんですが、このジャンルが好きな人はねぜひ挑戦してみていただければなと思います。そして最後 3D マリオですね。アセットはこちら。プラットフォーマープロジェクト。こんな感じのアセットなんですが、まあほぼほぼマリオを再現しているというか、でもこのままだとちょっとマリオすぎるんで、ちょっとモーションとかねキャラクターとか変えた方がいいかなと思うんですけど、マリオでできるようなこうアクションとかね、まあ、水中とか、まあ、ジャンプとか、まあこういうギミックとかね、ダメージのシステムだと、物掴んだりとかね、アイテム取得したりとか、まあ、看板でメッセージ出てきたりとかね、これマリオにあったやつなんですけど、まあ、移動床とか、そういうステージのギミックもいろいろ用意されてる。
いうことで、まあ、これ買ったらね、とりあえず、マリオっぽい 3D のアクションゲームは作れるということですね。で、こっちもモバイルサポートしてて、まあ、iPhone、Android で出せる。ボスとかがいないので、そういうのは自分で作る必要があるのかなと思うんですけど。このアセットはね、ちょっとマリオすぎるんですけど、まあ、世界観ガラッと変えて、モーションとか変えてあげるとか、まあ、こう、キャラの闘神とかですかね。いろいろ変えてあげれば、こういう 3D のアクションゲームっていうのはよくあるジャンルなので、こう、マリオ感を消していただければ、問題なく自分のオリジナルゲーム作っていけるのかなと思います。ということで今回はゲーム別おすすめテンプレートを紹介しました。参考になったという方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、インスタ、TikTok もやってるのでぜひフォローよろしくお願いします。現在アセットストアでは真夏のインディーキャンペーンということで大規模なセールやってるんですけど、セール会場にクリエイターのコメントが載っててですね、同じ機能を外注しようとすると数千ドルのコストと6ヶ月の時間が必要でした。アセットストアで見つけたこのアセットは30ドルで入手できて1時間以内にゲームに取り込むことができました。まさしくその通りというか、アセットストアの有用性をそのまま説明した感じのコメントですね。今日紹介したテンプレートとか、もし外注に出したら大変なことになると思うんですよね。数百万とか、下手すりゃ1000万とか、いきそうなぐらい予算かかると思うし、出来上がってくるのも早くても半年後とかになっちゃうと思うんですけど。まあそれがもう数千円とかね、1万円以内で手に入っちゃうと。まあ、今までにない斬新なゲームを作るなら、一から全部作らないといけないんですけど、もうすでにあるジャンルのゲーム作るなら、テンプレート使った方が絶対いいです。マップの作成とか、敵の配置とかゲーム制作の面白いところから始められるので、その完成までの挫折率大幅に下げれると思うんですよね。なのでぜひもう作りたいゲームのジャンル確定してるんだったら、こういう便利なアセットを探していただいて、うまく活用して最速でゲーム作っていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。他にもゲーム開発やゲーム会社への就職方法に関する動画をたくさん出しているので、ぜひ見てみてください。ではまた。